はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ城下3プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。今回はですね、ちょっとね、変わってまして、まあね、4枠ダークドライム前使ったじゃないですか。それと、これね、始まりの守護者つけたらどうですかっていうね、あのコメントがやったら多かったのでね、稀にハイテンションを外して、まあ、始まりの守護者つけました。なので、ね、これで一旦目耐えられるんじゃないですかっていうね、話なので、まあこれをやってみるのもいいんですけど、これをね、縦にして、ね、大魔王マデュラージャも使ってくださいということなのでね、今持ってますので、まあ、これも使ってみようと思います。なのでね、まあどうなるか。まあ、守備力がね、めちゃくちゃ高いので、守備力高いものとね、一緒にしたらどうなるのかなとかね、やはりちょっと違いますよね、これね。はいね、合体しますと、まあただでさえね、今3492も HP あるのが、こう1983とかなるので、これ多分違うと思うんですよね。ね、守備力も1796ってだいぶ違うので5057もあるんだ。 HP は少ないけれど守備力は高いので、まあ、第一の流玉も装備してますんでね、まあ、どのぐらいいくのかなと。はい、ちょうどいいものが来ました。まあどんなもんかな。ワールドだったらね、始まりの守護者、まあ、どうにかできるかなと思うんですけど、合体できるよね。固められましたね。できますよね。おっと。合体します。合体しまして、相手も合体しますよね。これでも先に落としてしまったら、始まりの守護者あんま意味ないですよね。どうなんだろう。相手の方が早いかな？あ、こっちの方が早いですね。あ、メタルボディもしかして。いや、そうでも、あ、そうかもしんない。ってことは、ね、あっち耐えて攻撃してきますよね。バイキルト。普通だったら落ちますよね。3220だったらね。あ、耐えますね。これで4、5000普通に食らってましたからね。要は、ここを耐えればいいんですね。さて、あんなちょっとしか言ってないけど。ってことは HP が少ないんだよな。じゃ、ワールド、どうしようもないですね、これね。合体を解除する。あ、あっちも解除した。ならね、ライドを、とりあえず降りて、まあ、イカはどうしようもないので、これいいかな、テンション。根に持ってしまえば、あ、相手も降りた。ああ、それやってくる大防御。でもジャッジが下がるんですね、大防御やるとね。そっか、AI1 から3回行動だから1回で終わっちゃうのか。でもテンション溜まったからいいか。溜まったので、まあ、切断かな。で、こちらは、どうなんだろう。リバース使っとこうか。あー、変えてきた。合体か。まあ、それだったらそれでいいんですけどね。落とされる可能性があるんでね。お、あ、効かないか。落ちてくんないかな。ああ、なるほど。あっちも始まりの守護者ついてたのか。そういうことね。そういうこと、そういうこと。なるほどね。まあ、リバースは打てませんわね。それはね。さて、出てきたマデュラージャ。ここでようやく本領発揮ということになるでしょうね。あっちも合体解除してね、おそらく、まあ、キラークリムゾンが主体になるんじゃないかなと思うんですけどね。でもこの辺りワールド控えてんですよね。
それ考えるとどうなんかなって思いますけど。あ、今ちょっとひらめいた戦略あった。まあそれは今度ですよね。フォースドハックもいいんだけどな。これからでもいいかな、フォースドハック。超闇のハード、いいね。でも効かなかったね、今ね。アイアンゲーツは。あ、いけた、いけた。全然、あー、グーズターンもったいないな。さて、ここで超行動速いが来るよね。間違いなくね。でも、怒ってる、もしかして、あっち。あわよくば、まあ、アイアンゲーザー、まあ、どっちか落としてしまってもいいんですけど、あ、いいね、こういうのもいいね。アイアンゲーザー。あ、合体できなくなった。これいったか？これ今思ったんですけど、こちらに最後の楽園つけたら面白いですよね。先ほどのパーティー生き返りますからね。さあ、何回やってくるかですよね。逆に相手に最後の楽園ついたりして。まあ、それはねえと思うんですけどね。テンション。あら、通信エラー切れた。まあ、勝ちですね、これはね。さて、ずっと対策立ててなかったメタル系来ましたね。来たのはいいんですけど、まあ、それはいいんですよ。それはね。おそらく合体してくると思いますので、来ますよね。で、始まる練習コースはついてるので、えい。スカラ。まあ、あっちが打ってきますよね。アイアンゲーザー。これが4回。ああ、大丈夫だね。あ、全然いけますね。こんなに硬くなるの？始まる練習コースって。でね、メタル系邪魔なんでね、道連れをアルツ使ってね。これで解除されて違うのに変えたとしてもダークドラムなので、まあそれはそれでいいんですけどね。うん。で、解除してくる可能性があるので、こっちも合体解除。これどうなんだろう、逆にライド変えたら。道連れって消えちゃうのかな。あ、消えるんだ。消えるんだけど、消えるんだけど、あっちはもう合体できないってことだよね。そしたらね、そうか、合体しない方が良かったな。じゃあ落ちますもんね。まあ、あっちも落ちるけどね。で、次のターンになって、そこでしのげばいいんだ。ここでね。ここでしのげばいいってことは、あ、そっか。ライド降りちゃってんのか。お、変えてきた。変えてきても同じですね。まあ、硬いので耐えられるかもしれませんのでね。お、相手がライドやってる間にこっちもできるようになりましたね。ってことは合体しちゃいましょう。メタル並みのボディを持ったマデュラージ。ここ落としてしまえばじゃあ勝ちか。前回の4枠ダークドラムとかより全然強いですね、こっちね。だいぶね、道連れありますんでね。闇の波動、これさらに超闇の波動とかついてなかったっけ。で、テンション、アイアンゲーザー落としてしまえばいいんだね。1ターン目じゃないから、おお、まあもう一回行くよね。あ、違うのやっちゃった。あ、でも大丈夫か。
手に持つタイプ。あ、固めるか。固めてしまいの、ね。相手落ちて、アグレメタルキング来ますよね。でも、道ずれてるので、合体解除して、根荷物を解除してしまえば、あと神様を落とすだけなので、もっと違う。ね、ライド合体したらね、4枠、硬い、ゴッテスができるのでね。あとは、あと普通に打っちゃえばいいか。まあ、神様なりますわね。神様なるんだったら、もうテンションから打ってしまえば。AI 行動回数、おそらく合体してるから増えてるので、自分の場合1回なのでね。1、3だから4、AI4 回になってんのかな？ね、アイアンゲーザー。あ、いけました。はい、メタル系破れたり。オッケー。さて、空の王者、リオレウスとね。なのでね、合体しましょう。これ、始まりの守護者ついてんのかな？まあいいや、一回やってみよう。メタル系だったらね、話はわかるんですけどね。魔人斬り。まあ、会心完全ガードとかあると完全に防げるんですけどね。これ普通のボディだったらやられてますよね、完全にね。羅刹だ。あ、ついてない。なるほどね。そういうことか。じゃあ、ホママいけるじゃん。いけないかな。甘いかな。いや。いやいや。そうだ、フリー対戦だ、これはね。あ、フリー対戦だったっけ、これ。なんか同じの出てきたけど。身代わりか。そっか、それがあんだ。ってなると3枠、ダークドラムのね、ですよ。これ、あれ使ってくるよね。おそらくね。何でしたっけ？あ、亡者か。でも、身が合ってるから、リザオは、あー、デスピサロとかいるのか。邪魔だな。固めてしまう必要があるんだね。こういう時こそ魔王だよね。まあ、どれかしら固まってしまえばもう楽勝ってことですよね、じゃあね。まあ、下手な選択するとやられてしまうからね。エイム・フォーザ。あ、攻撃してきた。この後何をしてくるか。うん。ね、固めた。固めたってことは、ね、あの、メタルライダーも落ちるってことだもんね。で、デスピタローが動けないので、こっちもね、作戦できないとはいえ、とはいえど、戦うってやれば、ね、合体しますと。これで一回出すのかな？こっちで、こっちもできるようになんないか？できるよね。さて、その合体がね、騎士と出るか、京都出るかですよね。でも、始まりに守護者はないので、まあ、先手打てばいいって話なんですよ、要はね。で、キラーマジンガなので、そんなね、HP 高くはないと思うんですけどね。どちらかって言うと攻撃なので、まあ、先に動いたもん勝ちってのもありますよね。テンション。何やる？ OK。おお、珍しく言うこと聞いてくれた。よし、勝ちました。いいですね、この連携ね。うわ、またエラーだし。はい。これも、このまま行きましょうか。これ、電源切ってね、まあ自分はいいんですけどね、すごいね、多分、すごい怒る人いますよ。ね。ダイヤ上げてる人とか、切られたらたまったもんじゃないですかね。
お、メタル系、あー、練り物タイプね。なるほどね。まあ、それはそれでいいけど、で、固まって、あと、イカだよね。あれ、テンタクルス、全然出てこなかったのに、パート220前出したんだけど。あ、これ即死推定じゃねえだろうな。そうだよね。なんか見たことあるな、これ。こういうテンタクルスには何をしたらいいかっていうとね。まあ3枠なんでね、道ずれてもよかったんですけど。ならば、ならば、あ、違う、こっちじゃない。ライド合体。イカ対イカ。イカの力を見せてやる。こっちは4枠だぞ。3より4の方が偉いんだぞって話ですよね。はい、地獄落とし対決。ん？あっち解除する？あ！あー。そっち出す？これ合体するよね。メタル系くんのか。メタル系が来るのか。どうしようかな。硬いよな。白い霧。まあ、合体しますわね。合体してメタルホイミンってどうなんだろう。究極行動早いのかな。まあ、硬いでしょうね。そうでしょうね。で、あっちの方が早いですよね。落ちますよね。あー、失敗したな。ダークダイムままにしとけばよかったな。まあ、落ちるわね。そりゃそうだわ。はい、いけつか波動。で、4枠なので、こっちもね、まあ、この次耐えてしまえばいいって話なんですけど、高いな、それにしても。マデュラージャの HP。この次合体してしまえばいいんだよね。アイアンゲイザー、どうばらけるか。ああ、そっちに来るか。まあ全部来てもいいけどね。不気味な光。何があったか。不気味な光はね、これで休み効果とかあると邪魔。うん。まあばらけてくれた方がいいね。で、ほう今。こっちまだ落としてないんだよな。うん、まあそうなるよね。で、ライドしまして。はい。4ターン目以降の秘メタル力が発動とね。いけんじゃないかな。いいね、スカラ。アイアンゲーザー、スカラアイアンゲーザーね、ハグレメタルキングの特権じゃないぞって話ですよね。さて、次何出てくるんだろう。あ、これさっきのか。そうだね。そうか。変わってホイミンだったね。そうだね。あれ、なんだろう。なんか勘違いしてた。さあ、どうなる？魔王強っ。はい、行けました。はい、ということでね、今回は、これね、4枠改造したね、始まりの守護者がついたダークドライム。こっちの方がやっぱいいですね。まあ、前回自分が使ってたのよりいいですね。やっぱり聞いてみるもんですね。そうだね、始まりの守護者っていう、まあ、特性が、まあ、今作から増えたので、これ前作になかったのでね、やっぱりちょっと盲点なとこありますよね。だいぶ増えてるんですよ。なので、付け方ですね、要はね。まあ、それと、この新キャラのマデュラージャもね、まあ、硬いので、硬いんですよ。硬い硬いでかなり使えると思うので、まあ、これはね、本当に、全クリして、倒してからね、5日経たないと手に入らないようなモンスターでね。まあ、残しときながら配合するやり方とかもあるんですけどね。まあ、なんかバランスいい戦い方じゃなかったかな、今回は。
今回はいいですよね。凍結のレア同士装備してて、大地入玉も両方装備しているので、これも意味あるのかな。いくらか若干ね、やっぱり、まあ、攻撃力とかも反映しますよね。なので、まあ、今回のね、まあ、ダークドレムの前回使ったのと変わったといえば、あのマレギハイテンションが始まりの守護者に変わっただけなんでね、全然変わってないんですよね、はっきり言ってね。テンタクルスはもう攻撃特化してる感じなので、まあ、あわよくば回復できればいいかなと。あと HP アップ SP ついてるので、まあ気休めですけど HP は高くなりますよね。あとこっちはもう硬さメインですね。大魔王マデュラージャが HP がアホみたいに高いので、まあ指導つけてるからってのもありますけどね。で、攻撃力と素早さがね、あの破壊神指導つけて HP バブルついてると、あの半減してしまうんですけど攻撃しないので、あと素早さが半分だったといえ、あの超行動速いがついてるので、もうそれも意味ないんでね、それ全部書き消した上の守備力が1696でね、合体してるので、やっぱり使えますよね、ここら辺はね。ただ、あの、下の、経験値が、あの、1400、56502まで貯めないとレベル120にならないので、これが大変なだけであって、まあ、3回ぐらい、レベルマックスにしてね、スキル全部集めたんですけど、もともとあの、スキル、溜まってるモンスターとかと配合すれば、まあ、溜まるの早いので、まあ、前作からね、エルギオスとか連れてきてね、配合したりしてたんですけどね。なので、ちょっと時間かかったりはしましたけど、まあ、久しぶりになんかちょっと安定したような戦いできたかなと。カバシラとかね、あれネタパーとかよりはいいんじゃないかな。なので、ね、これいいですね。まあ、これ今度から使っていこうと思います。なので、ね、まあ、ここにマデュラージャパーティーが混ざるのか、ダークデモが混ざるのか、そしてね、またリクエストいただいたモンスターね、忘れてやっていきたいと思いますので、まあ、今回は、まあ、ダークドレアム4枠と、マデュラージャ4枠とかね、あわよくばゴッテスとかね、テンタクルスにしてみたりね。まあ、面白かったですね、この対戦もね。なのでね、まただんだんモンスター増えてきてますので、どこ使うかわかりませんのでね、コミュニティの時ね、自分またいろんなの取り入れてやっていこうと思います。なんでね、ここで今もう中身バラしちゃってるので、中身ね、絶対変えてね、挑もうとしているので、自分の場合。なんで当たった際はよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。